やり抜く子はなんとなくできそう慣れ出す子はなんとなく無理そうこの違いを解説しますはい、こんにちはライフコーチのミスターオカチですやり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に解説していますはい、ということで、えー、最後までやり抜く子はライフスキルが高い ということをこれまでの動画でお話ししてきましたえ今日の動画ではライブスキューの一つでもある自分を信じる力自信を高めるための親の関わり方を解説したいと思います、えー、今回の動画を見ていただけたらお子さんがやればできるっていう気持ちになって新しいことにも挑戦し何も言わなくても努力ができるようになると思いますので最後までご視聴ください、えー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん 子供の教育に関わる方に向けて、えー、やり抜くこを育てるための考え方や関わり方にフォーカスした動画を配信しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいはい、それでは行きましょう、えー、突然ですけどこのようなことはありませんかどうせ失敗するどうせ無理やでやっても仕方ないわ という感じで、やる前から諦めてしまう。やりたいことがあっても我慢してしまうなかなか一歩踏み出そうとしないそのようなことはありませんでしょうか、えー、投げ出す子っていうのはやりたいっていう気持ちよりもできないっていう気持ちの方が大きいんです。で,できるだろうう。っていう イメージよりもやった時に失敗するイメージが大きくてそれが広がってしまって悪いイメージしか浮かんでこないんですねだからやっても無理なんだバカにされるし失敗するし傷つくだけだって 思うから一歩も踏み出そうとししないもう僕がそううでしたよ小学校の時もう全然自信がなくてどうせ自分なんて無理なんやって絶対に成功することしかせんかったしあと何やろうねもう好きな子がいてもね話しかけることすらできへんかったどうせ俺が話しかけても嫌われるし振られるしバカにされるだけやってでねあの大好きなバスケットボールバス,ケバスケ部入りたかったんです小学校の時ね入りたかったけど僕よりも身長高い人僕よりも足速い人運動神経いい人いっぱいおったから どうせ入っても試合に出られないんや。 って思ったたらもう入入れなくて結局漫画部に入りましたよはいということで投げ出す子、まあ、僕がそうだったんですけど投げ出す子っていうのはやりたいことを我慢してしまうしやりたいことをまあできないと思い込んでしまうんですよねだからやらないんですよそう一旦思い込んでしまうとイメージをしてしまうとその通りになるんですねだからその思い込みの力ってめちゃくちゃ強力なんですよそれが事実であるとか事実でないとか関係ないんですよあのプラシーボコ 効果ってあるじゃないですか。 お医者さんにね。これラムネを渡されてこれ眠れる薬です。よって渡された。それを何やラムネラムネを飲んだら眠れるようになるとかね。もう一旦、これは睡眠薬やって思い込んでしまうと、これが睡眠薬であるかどうかはもう関係ないですよ。それ飲んでしまったら眠れるようになるんですよね。そういう風に思い込みの力ってすごい強力なんですね。だからこそ、どのようなイメージを持つのか持たせてあげるのか？っていうのは、親を親のえ、親子供と関わる上でとても大事なのかなと思ってます。その時に。 考えた方がいいことっていうのは根拠のなない自信なんですね、えっと、根拠根拠な,んかなくてもいいんですよさっきのプラシーボ効果にもありましたようにラムネ飲んでも眠れるようになる人はいるんですよ。一旦それは睡眠薬と思い込んだり一旦自分はうまくいくって思い込んだらそのようになるんですよね。だからいいイメージをつけるためには 根拠のないいい自信を育んででくってことすすごい大事ですねもちろん根拠がある自信も大事ですよ。昔は私は成功したから今回も成功するだろうって。この前の漢字テスト100点だったから今度も漢字テストはいい点数が取れるだろうみたいなね。何か根拠がある、その根拠をもとに自信をつけていく。これ大事なんですよ。でもね、それと同じぐらい根拠のない自信って大事。それなぜかというと、これからの時代ってね、新しいことばっかりじゃないですか。今までのないことをどんどん挑戦していくことが必要である。時代の変わり 変化ってめちゃくちゃゃく早いんですねそうなった時に今までやったことないことをやることっていうか多くなるんですよだからやったことないことをやるっていうのは根拠がないんですよ成功する根拠がないだってやったことないからでその時に根拠のない自信を持ってたらなんとなくできそうと思っていたらやるんですよねやったことないことよだからこれからの時代でこそ根拠のない 自信を持つことが大事でできるだろうってこうい,ういいイメージを常に頭に描かせるってことはすごい大事なんですね。ということで今日はどうやって子どもの根拠のない自信を育てていくのかっていうことを今から紹介したいと思います。え三つありますね。えちなみに今回のこの、えー、動画はねえっと五月にねやり抜くこと投げ出すこの習慣っていう本を出すんですけどそこの原稿を 今回は紹介します、まあ、これから、ね、1週間ぐらいはそんな感じでやっていきたいと思います。はい、えー、子どもの根拠のない自信を育む3つの方法です。1、子どもの要求を無条件に受け入れる。2、子どもの能力を無条件に信じる。3、えー、根拠を集める、はい。1つずつやっていきましょう。まず1つ目 子供は悲しいなーっていう時にその悲しい時に寄り添ってあげるとかね、えー、子供は困ってるなーと思ってる時にその困ってる時に助けてあげるとかお腹が空いてるなーと思ったらそのご飯をあげるとかね子供の気持ちに寄り添ってあげてそれを一つ一つ叶えていくってことなんですねこれ大事なんですよ自分が思ってること願ってることは叶うんだと そういうことを育んでいくためにすすっごい大切なんですねこれね昔は何だろうなそうて子供が言うことを全部叶えたらわがままな子に育つんちゃうかっていうそういう説が流れてた時があったんですけどそれはね違うんですよそれ。ある一定の時期まではそれは大事なんですよね。 それを超えたらもちろんでききななないいここととはででって伝えることは大事なんですよでも、そのね、子供が、このエネルギータンクがこうあるじゃないですか、このエネルギータンクが満たされて、自己肯定感がぐんぐん上がるまでは、子供の気持ちを答えてあげる、子供の気持ちに寄り添ってあげる、答えられないときでも、子供が悲しいなって言ったら泣くなとか、怒ってるときに怒るなじゃなくて、怒ってるって、その気持ちに寄り添ってあげる、泣いてるって気持ちに寄り添ってあげる、そのきょ気持ちを許可するってことですね、子供の気持ち。 許可した上でその子どもの要求をちょっと無条件に受け入れてあげることこの条件付きじゃないですよなんかテストの点数が100点やったらご褒美をあげるとかそういう条件付きではなくて子どもの要求を無条件に受け入れるそういう経験を積み重ねていくことで子どもは自分の願いは叶うんだ要求は叶うんだ自分はできるんだっていうそういう根拠のない自信が育まれていきます。 はいこれとても大切なことですえー、2つ目子供の能力を無条件に信じるこれね無条件に信じる大事なんですよねあの、これピグマリオン効果っていうのがあってこれ何なのかというと,、えー、と人間っていうのは周りの人の期待通りの結果期待通りの行動をするようになるということなんですねだからお母さんがこの子は私がいないとダメなんだ 私が助けないとダメなんだって思っていたらいつまでたっても自立できないですよね。でお母さんがねどうせ失敗するだろうと思っていたら本当にその子は失敗するんですよね。だからお母さんが子供に対してどのようなイメージを持っているのかそのイメージ通りの結果を子供がするようになるんですよ。 これすごい大事だから子供がこの子はできる今できなかったとしてもいずれできるようになるしこの子は自分が持っている才能とか可能性を開花させて自分らしく生きることができるんだっていうふうにそういうふうに信じていたらそれ通りの結果になるんですね子供が自分がやればできるようになるしで自分が持っている力を発揮するようになるんですよはいだから 子供に対してどのようなイメージを持つのか子供のに関わる前にまず自分まず自分と向き合ってどういう子供に育ってほしいのかそして子供に対してどういうイメージを持つのかそこをねちゃんと明確にすることすごい大事です、はい、そのイメージ通りの行動を子供はするようになるんで。で だからこういう大人になってほしいとかね、これがいわゆる自分軸なんですけどね、子育てをする上での自分軸、こういう子供に育ってほしいな、こういう大人になってほしいな、こういう能力を身につけてほしいな、そしてそれができるようになるなっていう、そういう明確なイメージを持って、関わるということ、これ、すごい大事です。で、そういうように、無条件で子供にを信じてあげたり、無条件で受け入れる、そういう場所が子供にとっての安全基地になって、安全な場所、安全な基地があるから、子供は挑戦できるんですね。 そうう安全基地がなかったら挑戦できないんですよ失敗したら帰る場所がなかったら一歩踏み出せないんですよねだからそういうふうに失敗してもミスしてもバカにされても戻ってこれる場所があるそういう安全な場所が心のどこかにあるそれがあるから一歩踏み出せるんですねだから子どもにとっての安全基地になるということとても大事です無条件に子どもを信じるということですね、はいでえー、と3つ目 根拠を集めるこれ大事ですね根拠のない自信を育む大事なんですよ。でもそ根拠のない自信で一歩踏み出した。一歩踏み出したらそこでのプロセス というか、うまくいった変化っていうのをちゃんと観察して、それを伝えてあげるってことです。やり始めのときと比べて、今、やって3日後、どういう変化があったのか、こういう部分ができるようになったねとかね、シュートだって、今までリングに当たってなかったけど、リングに当たるようになったねとか、シュート入ってなくてもいいんですよ。リングに当たるようになったねって変化を見てあげる。そのためには、しっかりと観察することが大事なんですね。結果を褒めるんだったら、結果のね、その試合の日だけ見といたらいいで。そうじゃないんですよ。結果を出るまでのプロセスを ちゃんと観察してそのプロセスをちゃんとフィードバックしてあげるこれだけ成長したよねこれだけ進化したよねこれだけ上達したよねっていうことをちゃんと言葉で伝えてあげる見ていますよっていう見ているよっていうことをちゃんと伝えてあげた上でどれだけ進化したのかって伝えてあげるそれが根拠になるんですよね根拠のない自信でスタートするでもそこに根拠が生まれていくとこの心の土台がより固まっていくんですよねはいで本当に強くやればできるっていう自信が持てるようになりますもちろん根拠 ない自信も大事ですけど根拠ない自信で挑戦した後にそこから子どもの変化をしっかりと観察してそれを伝えてあげるそうすれば根拠のあるそして揺るぎのない自信そして自己肯定感が育っていくと思います。 はいということで今日はお子さんの根拠のない自信を育むためにはどうしたらいいのかということを紹介してきました3つありましたね子どもの,の要求を受け入れることであ自分の願いは叶うんだやればできるんだっていう感覚が備わっていきます。はい2つ目子供の能力を無条件に信じる ね、子供ができているかできていないかってその結果があるから信じるんじゃなくてこの子はできる存在なんだっていうイメージを持つということですだから子供のイメージをまずは自分が自身が持つということがすごい大事で心配するんじゃなくて信頼するってことですね心配してこの子大丈夫かな大丈夫かなっていうふうに心配すればするほど、はあ私はダメな子なんだ心配されているんだってなって子供自身は奪われていくんでね心配するのではなく信頼するこれとても大事ですそして3つ目は根拠を集める 根拠ない自信でスタートするのは、OK、そしてそこからそのプロセスをしっかりと観察し,観察して見守ってあげてそしてその変化を伝えてあげるということこれが大切なのかなと思います。はいということで、えー、今回の動画少しでも勉強になったためになったおかっち頑張れという方は高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです、えー、このチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けて、えー、やり抜く子育てるための 関わり方そして考え方をもう全力で紹介していますもうラジオ感覚で聞いていただく感じでも OK です、えー、少しでも、えー、興味が持たれた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと概要欄には無料 LINE 講座やり抜く子の育て方を、えー、貼り付けてますよかったらそちら友達追加をしてもらえたら嬉しいですはい、ジ・エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ